我哋睇嘅樓係一個賣地起樓嘅屋嚟嘅噃。嚇、嗯！呢、啊這個係呢個係咩嚟？完全睇唔明呢一忽係咩嚟？呢、這個應該係佢屋頂啊！佢好型，哇！喺呢度成咗啲嗰啲好似藝術美術館，係佢好似美術館咁樣。哇！廚房都好開心嘅。哇！我真係好想知道究竟自己買地之後起屋咧，個感覺係點？嗯こんにちは。はじめまして。はじめまして。アンナです。はい。イスベラです。あ、はい。My name is Megumi Hosaka. Nice meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. どうぞ。はい。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はい。もうとってもちっちゃな家で、面積が19平米。19平米。ここ玄関で、ね、玄関。玄関で、お家帰ってきたら、はい、ここレコードある、うん。それでね、こう1枚レコードを取るんです。佢分享嘅係個膠碟俾我哋。係啊，分享嘅。家帰ってきたら、まずレコードかけるんです。レコードかけますよ。音楽すごく、うん、音楽があると楽しくなるし、こうすごく狭いけど、うん、音がすごくこう。コンクリートで回っていくので、うん、とってもいい音になるの。絶対なんかもうこの音楽の聴くのは楽しみです、うん、でね、あのここが、はい、ほら妻この、いつもいる場所、ね、あで私こっちです。ちょっと座ってみてください。はい、お手本を試して坐在這裡。で2人一応詰めれば座れて、うん、でね、ほらこれ長さまあまああってね、うん、ほら結構距離あるでしょ。あ、そう、うん、ほら、うん、ね、パソコンを広げても、パソコンを2人で広げてもまあできるし、うん、食事もね結構お皿もいっぱい置ける。確かに。でね、人がちょっと増えたらここに座れる。あ、他は如果平時好多人嘅話喺度會呢度可以都聽埋。もっと増えたらここも座れる。1,2,3,4,5,6,7。でね、ここはね一般の道だから、はい、犬とかも普通にここ通ってほらクンクンってやって、うん、ほら犬さん、小さい子供も、うん、あのキンダーガーデンに行くような子供も毎日ここの前を通って、うん、窓のところに飾ってある人形を見ていったりとか、うん、時々窓が開いてるとちょっと入ってきそうになって、うん、でどうしてこんなに小さな家に住んでるのって聞かれる。あ、そうなんですか。かわいい。これこのニシンのね、テーブル。私の母がもう、死んでしまったんだけど、はい、彼女がお嫁に来た時に持ってきたミシンがそのまま私が生まれた家に置いてあったので、はい、それを持ってきて、でその足を使って彼がこれを。平時入到啲好多嘢嘅屋咧。同埋或者空間比較細嘅時候、嗯，你會覺得好心煩噶嘛？嗯、但係嚟到呢度咧，係完全冇咁嘅感覺嘅。係、啊，即可能佢真係佢諗過點樣擺，同埋可能真係個空間、採光等等咧，即係令到人哋係好平靜嘅。成日喺呢度。これはね、こういうとこにほら段がついてるでしょう。はい、それでこの板をね、こうポンと乗せると、はい、まずこのもう出来上がりなの。でね、実はねこういうのもそうなの。ここに段があって、あで板ボンって乗せると出来上がって、はい、でね扉はないの。 うちはね収納はね、あの扉は1個もつけてなくて、扉があるとさ、いっぱい入れちゃうじゃん。そうですね、ね、あの好きなものをねもう好きなものだけ置く、はい、なのでこう見ててもなんかなんていうか収納という感じじゃなくて飾りみたいになるんですね。確かに。即平時啲人收藏咧，就真系可能摆喺啲盒里边啊。但其实你都唔记得咗，其实你中意嗰样嘢都想望到佢啫嘛。系。但系真系首先要 sense 好先，因为我嘅 sense 系唔好。奥さんがすごいいいセンスなんか選んでのものが、だから多分なんか見たらもう、いいなと思って、なんかすごい。いい感じ。これ多分300年ぐらい前のやつで、
こうみんなでこうゲームしながらこのダイスを振ってこれに出た杯数だけお酒を飲んでいくっていうゲームの。啱我哋行過嘅屋，全部都會其實見唔到裏邊噶嘛。咁其實呢度會見到曬裏邊。我想知點解係有呢個諗法去整呢個設計をしてる時は、建てる前は板の普通のドアっていうか、はいはい、見えないドアを考えていて、で工事中にね、はい、このコンクリートが出来上がって、うん、で窓をつける前に、うん、ここにねパイプ椅子でね座ったの、はい、そしたらねほらそこがほら、うん、植物があるでしょ、はい、でここ人通るんだけど、まあ、そんなには通らないし、はい、で階段があるから車が入れないからだから割と静かだしね、うん、それでねあのビルとビルの間にほら空が見えて、うん、で割と風も通って気持ちいいからじゃあここ開けられるようにあのそれで閉めててもこう光が入ってくるし、はい、庭が見えるからいいんじゃないって話になって、うん、でプライバシーとセキュリティが気になるんだけど、うん、妻に聞いてみたら、うん、あのこれがいいとだから変更したんです。あ、即係譬如香港人咧，喺、嗯、我當佢喺呢塊地咧，佢一定會起勁多層啊。但係問題點解誒聲聲你哋會係選擇淨係起一層啊？即係冇唔會用盡嗰個地方咁樣咧？先生がこの部屋が狭いなのに、その土地が狭いけど、嗯、でもなんでそのあの一階だけ作ったんですか？作りましたか？ね、最初はね二階で検討してたんですよ。はい。ある日ね、妻がね、はい、江戸時代の日本の住宅のね、うん、あの間取りを見つけてきたんです。うん、それはね長すぎて難しいな。9平米に家族4人が住んでたんですよ。うん、江戸時代、はい。で、その情報を見て、9平米で4人だったら。18平米で2人だったら 広いんじゃないの江戸時代と比べてね、はい、うん、で言い出したからじゃあやってみようかって言ってやってみたら、うん、まんざらでもない、うん、本当に結構良かったんですよ。やってみたらっていうのはね、2階建てだとね階段があったりとかいろいろ出てきちゃうんだけど、はい、平屋だと階段もないし、はい、2階の床もないから下から見ていやすごいあの開放感があって広いし、うん、結構いいんじゃないかっていうふうにやってみたらなったんです。あ、はい、そうですか。即先生佢咧，佢最主要成个建筑嘅哲学或者佢自己设计个理念系嚟自好多自然嘅元素，嗯、就好似我哋喺呢个地球度生活，就算我哋喺一个咁细嘅地方就好啦、嗯，其实我哋附近都有人啦、啊嗯，有花草树木，有植物啊，嗯、又有动物啊，嗯、有。雀仔啊，月亮、太陽、嗯、星星蟲啊，係啊，或者都會落雨，同埋可能有水。其實佢最重要就係佢覺得佢嘅建築，佢係好來自於嗰個地方，每一個按住嗰個 location， 佢、嗯、就會配合嗰個自然嘅環境、嗯、去做翻嗰個建築。好似之前老師嘅一個作品就喺富士山嘅一個餐廳，咁、嗯嗯、可能佢嗰個地方大好多，嗯、但係因為在富士山附近，所以我想他是要怎样将个餐厅的设计融入在那个地方那个环境里面、嗯、自然是他第一个会想的东西、嗯、我们看看厨房好多碟啊，好多これ冷蔵庫、嗯、冷蔵庫大きいでしょ、ね、大きい。この家ちっちゃいのにこの冷蔵庫置くのは、うん、あの大きいんだけど、うん、約束したこの家はね2軒目の家なの、はい、で1軒目の家が横浜にあって、はい、その家はラブハウス、はい、でこの家ラブラブハウス、ラブラブハウス、そう、うん、でラブハウスは横浜にあって、うん、それはね38平米、あ、じゃあで38平米で今度この家19平米でしょ半分になるんだけど、そうですね、でね、そのラブハウス建てた時はね冷蔵庫がねこのぐらいだった、ちっちゃい冷蔵庫だったから、うん、2軒目に家建てるときは大きい冷蔵庫を置くって約束してた。あ、だから
この狭いの部屋だけど、うんうん、大きな冷蔵庫が約束してる。約束してる。だからこれ。なるほど。哇，其實嗰個廚房喺呢間屋嘅比例都算大，因為成日煮嘢食咧。寝ること、食べること、仕事したり、楽しんだりすることっていうのがちょうど3つある感じ。で、食べることはとっても大事だと思ってるのと、あとは、お客さんが来て小さなパーティーをやるのはとても楽しいので、そうするとキッチンは小さくてなるべく私が動けるようなキッチンにしてます、はい、家でストックしておくストックルームとかパントリーが持てないから、それでパントリーの代わりにこれが、飛行機の中の飛行機の中のワゴン、ANA コロナの時に ANA が売り出して、なのでこう呢、这個係一個係咪嗰啲飛機空姐會推個餐車，飛機入邊放平時嘢食嗰、那個，そうそう，嗰、那個櫃。それに合わせてこの大きさも選んでここに乗せていて、で小さい家だからこう地震とかがあっても飛行機のものなのでこう安全ロックがすごいかかってるから全然怖くなくって、こういうのがいっぱい入れてあって。我哋去睇下。佢個睡房，これ露天風呂。で、これシャワーね。シャワー。佢呢度都會有一個地方可以直接企乾入去。啊，其實係好靚啊，我覺得。シャワー浴びて、それでこれ露天風呂入る。風呂。で、これテント。啊，佢呢度會有個即係可以遮翻住嘅帳房，可以。日本人はねお風呂が好きなんです、うちはねこのほら外でお風呂作ったから毎日露天風呂、ですごい気持ちいい。ここシャワー浴びてさパッと電気消しちゃえばここまあ結構暗いの、そうすればねもう全然見えないから、私はねテントやらないで入っちゃう。あーそっか。いらしたので、普段私たちがここで食べてるような簡単なお昼を作りました、でご飯炊飯器はすごく大きいから捨てちゃったので、今日は土鍋でご飯を炊いたので、ご飯もできてるので、じゃあ、ご飯、あっちに運びましょう、じゃあ運びますね、はい、お願いします。我覺得他們是很好的去夫婦，因為呢佢先生又成日偷影，即係唔偷影嘅，都拍低太太做嘢啊。食，你幫幫同太太講有啲咩需要幫手隨便插演我哋啦。手伝いのことがあったら、なんかぜひready。例えば、すごく狭いから、こうさっき言ったように扉がないでしょ、食器だもん。例えばコップを取って使うときに。こうただ置いてあるので中にホコリが入るといけないから使う前にリンサーでこうやってあれです。するとキッチンは自分でほぼ計画しているので、設計うちでやってるから全部自分で計画しているので、すごく気に入ってます、で例えば狭いからゴミ箱が置けないっていうのはこういうのを自分で工夫して作ってたりとかするので、あとこの距離も振り返れば何でも取れるので、とっても便利に使ってます。あと例えばこういう花瓶にこの今刺してあるのは、これはパセリでお花じゃなくてこういう食べられるものとかを花瓶に刺しておいてちょっとつまんでこうやったりとかするので、そういうふうにしてます。あと日常生活の中でも面白いのがいいなと思うので、例えばこれはJL。JL。
彼は建築家になる前、高校生の時にパイロットになりたかったんですって。パイロット。あ、パイロット。パイロットになりたかったから。あ、そうなんです。そう。なので飛行機のものがうちは結構いろいろあります。なるほど。じゃあこれを運んでください。はい。あの運ぶの。はい。あ、で、はい、運ぶ。完全今日是刷新了我的想法，就是原來多嘢都可以令人咁平靜，係咪？我要需要決定自己，即係唔好盲目斷捨離啦。講真，抌嚟又買，冇意思。講真，係個 sense 嘅問題，冇嗰個 sense。買就要買啲真係自己覺得唔會抌嘅嘢。呢個係一個 gap， 都可以係用木製，但係佢好好。就係咁。但佢折埋咧又會慳位，係啊，好慳位嘅，同埋又靚。嗯，好靚啊！真係，哇，依個。美味しそう、全部。ありがとうございます。ぜひぜひ。ね、簡単なお昼ですか。いただきます。いただきます。この器は300年前の器です。これはこの碗ね、はい、300年前の碗。はあ、昔の。好小心聽先。好緊張。係拎好啲先。係啊，好羨慕佢哋啊！呢個生活，就咁望住出邊個景，坐喺度食飯，好開心，同埋好簡單。嗯，但明明你呢度好多嘢，即係其實呢個同我哋本身。理解個簡單，即係簡潔啊，好少嘢個狀態係好唔同咁，但係都真係令到人哋好平靜喺度。只要呢個空間係所有嘢都係你自己最中意，你放所有嘢都係你中意嘅，你用嘅碗，你用嘅餐具，你放你嘅畫咁樣，我已經覺得係好幸福咯，住喺一個咁嘅地方。平時我喺香港睇樓咧，其實佢四四方方，我已經覺得好感恩啦。即係佢唔係嗰種新樓嘅嗰啲菱形嗰啲咧，即係實用已經好感恩。所以我今次嚟到，我先知道原來可以搞啲咁嘅嘢啊！同埋香港有個廚房，廚房有個係明火嘅爐，明火嘅爐已經好難。係啊，跟住我就覺得啊，一直我嘅金錢可能限制咗我想像。我覺得咧，今次嚟到 San Sir 呢個屋企咧，我有個諗法就係、是，即係因為大家都一直追求緊大啲空間，大啲空間啊嘛，成日都覺得細空間就唔好，但其實老實講。先生之前間屋都大啲㗎，但係點解佢會轉呢間屋呢、嗯、我覺得其實嗰個夠用嗰個狀態，其實就係嗰個令人平靜嘅，即係你太多嘅位置，其實你冇好好利用，其實都係一樣嘅啫。而我覺得呢件事係好 inspiring 對我嚟講。先生とさんはこの家でなんか一番楽しんでいうかあのいい思い出がなんか一番。は何ですか。何かな。楽しい生活そのものも毎日とっても楽しいから、出かけるさあ今から出かけますよって言って玄関開けた時から帰りたいと思う。家に。出かける前から家に帰りたい。もう出る前にもそうそうあ帰りたいって言って出かける。二人ともそういう。感じですか、なんか毎日出るの前にもだからね、天気のいい日にね、車でドライブに行こうって言ってエンジンかけて行くんですよ、はい、でじゃあ今日どこ行きたいって言うとお家帰りたいって言うからすぐぐるっと回って帰ってすぐ帰ったけど面白い、かわいい。不過我除了這個是因為那個空間好舒服係因為佢哋個感情好好，即係你同一個你最中意嘅人一齊住埋咧，係嗰個你羨唔羨慕？我梗係羨慕啦，講真。啊，係啊，非常羨慕。二人の関係はすごい羨ましい。あのなんか誰と一緒に暮らすのはすごい大事。なんか好きな人と一緒になんかあ。私の人生もあ一緒に住みたいっていうかあのすごいなんかあれは難しい、なんか二人の関係はすごい本当にラブラブで感じれる、すごいあれはなんか
羨ましい本当にありがとう。あのよく来るその若い人から、うん、こんな狭い中でよく2人で暮らせますねって、うん、見学に来た学生の子がね、うん、言う、びっくりするけど、うん、私にとっては、とっても大好きな人と結婚して、うん、大好きな人と生活するから、うん、こうそばにいてこの人は何考えてるんだろう、うん、この人はどんなこと設計するんだろうってそれを見てた方がとっても楽しいし、うん、近いからこそ今仕事してるのを邪魔してないかなとか、うん、私が寝てるのを明るすぎないかなとかっていう気を使ってくれる、うん、優しさを出してくれる、それはとってもこの家の中では素敵なことだと思って、うん、おいしい、非常にごちそうさまでした。ほら、こっち、ごちそうさまでした。こっち、どうぞ、できるこっち、ごちそうさまでした。こっち、ごちそうさまでした。あの、今日ありがとうございました。いや、こちらこそ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。おいしい、ね、おいしかった。 ありがとうございます。あ、よかったです。おいしい、日本料理好きだから、うん、おいしい、うん、嬉しいです、うん。もう、台湾でおはるさん、最後は自撮りが大好き。嬉しい、ハイさん、ハイさん、そうでどうハイさん、私たちも嬉しいんですよ。非常美味しい、非常美味しい点心、とても美味しい、とても美味しい、フィニッシュ、ありがとうございます、美味しかった。記得 subscribe 呢个 YouTube channel， 更多 Feel TV 嘅足本节目将会定时上架。揿埋个铃铃，一有新片即刻通知你。